レスセンターからニュース速報をお送りします。まさか首都に攻撃を仕掛けてくるとはな。この時を待っていた。お母様、お前たちが悪いんだ。ロニン、敵の増援が来る。もう十分だ。陽動は成功した。あとはガランシエル隊からの連絡を待つ。了解。始まってしまったのだな。早く収束させねば。は、しかしながらラプラスの箱への鍵であるユニコーンは旧首相官邸を焼失させた先立っての交戦で消息不明依然ですが、カーディアス様が選んだものならば。神のいたずら、いや、あやつの人の祈りがなさしめたことか。バナージ、我が血を継ぐ者よ。シャアの反乱以来3年の間沈黙を守っていたジオン残党、突然のこのテロは果たして彼らによる放棄なのか。第三次ネオジオン戦争の始まりを告げるものとする指揮者の声もあり、まったく、こんな時になぜこんなところへ呼びつけられるものか。言いがかりですな。3年前のラサとは違い、今度のダカールでは政府関係者にも多くの犠牲が出ているのです。確かに船内泥のかけ合いだ。ここはお互いにとってより建設的な話をお願いしたい、ミズ・マーサ。では手短に、あなたが保護している要人をこちらに引き渡してください。何のお話だか。それがお互いのため、恩義のためです、ローナン・マーセナス議長。こちらはともかく、あなた方にとってのメリットは。ご想像にお任せします。発送先は2時間後にもう一度ご連絡いただきたい。火球の懸案があるもので。いいでしょう。詳しく聞いてみたいものだわ。ザビ家の維持の処遇に勝る議長の懸案というものをね。ご迷惑をおかけしているんでしょうけど、でも彼女は惚れたんだろう。そのために軍を脱走してここへ逃げ込んで、
パイロットになりたいと言って家を飛び出していった時と同じだ。まさかお前が箱に関わっていようとはな。お前はマーセナスケの真実を知らなければならない。こうなった以上、お前が生き延びる道は他にない。我らに救いを、我らに。私どうしたら。バナージュ、ブレーナ、リーディ、すまない。どうしたのです？情けない家だと知った。情けない？この家、マーセナスケはビスト財団とは合わせ鏡の存在だ。そうすることでこの宇宙世紀を生きながらえてきた。ラプラスの箱の流出を阻止するためならきっと手段を選ばない。君をまた人質に使うことだって。そうさせないためには財団やネオジオンより先に箱を手に入れるしかない。あるいはその鍵を壊すの？ユニコーンを。俺はとんでもないところに君を連れてきてしまった。君の力になれると思ったのに。何があっても君だけは守る。だからここにいてくれ。俺のそばに。俺を一人にしないで。ミネバ殿下、あなたの口から真実を伝えていただきたい。この宇宙世紀を生きる人々へ、あなた自身の言葉で。こんなはずじゃなかったぞ。あれは呪いじゃなくて祈りだったんだ。ニュータイプなんてものが生まれてこなければ。リリーさん、あなただってニュータイプだ。このサイコフレームの光はあなたの中から発している。しゃべるな。なぜ貴様なのだ。望んでもいない貴様が。お前は光だ。悲しみすら糧として道を照らせ。姫様と二人で。マリーダ、ごめんなさい。俺は何をしたんだ。約束して、必ず私のところに帰ってくるって。二機のガンダムが揃って立てつくか。人の総意の器であるこの私に。やるぞバナージ。この光は俺たちだけが生み出しているものじゃない。分かってます。みんながこの中に。ユニコーン。奇跡もまた繰り返す。